あ、やっつけたか。いただき、ちょっと待ってくれ。まさかお肉い倒さなきゃいけないの。あー、そうか、だからレベル23。嘘、待ってよ。嘘、待ってよ。ちょっと回復して。ここは逃げるんだ。そうだ、逃げた。うん、やばいやばい、あいつやばいって。妖怪以外の反応。うわ、何？逃げるってどこに逃げるんだ？迷い猫。どう見てもマスターニャーだ。ワイの前を通るやつ、みんな食ったるで。あれ、マスターニャーだじゃないのかな。ちょっと逃げたいんですけど。相手が悪すぎる。あ、そっか、でも猫たち、猫を助けなきゃみたいな。うわー、そう、猫ちゃん助けないと。うわー、じゃあ結局戦うのかい。マジで。おら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 、にゃ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 。いや、そうは言ってもさ、こいつはちょっとヤバいんじゃないかな。おおい、いてててて。うわぁ、ちょっと待って。引きこもりがやられたぞ。いっちゃダメ、いっちゃダメ。オッケー、復活。あー、まさかの、まさかのお憎い。ちょっとやっぱ強いよ、こいつ。ちょっと待って。うわぁ、おおおおおおい、誰かピンチ。あ、コマさんがやられてるね。行くな。よっしゃ。まずいまずいまずい、押されてる押されてる、めっちゃ押されてる。もうアイテムねえんだけど。いやー、さすが影オロチ。行くな。ちょっと影オロチがやられるともかなりまずい。逃げよう。ちょっと待って、コマさん、コマさんどこにいるんだ。コマさん、コマさん、コマさんどこにいるの。こっちだね。これはどっちだ、どっちだ。うわ、時間かかるな。うわ、よし。うわー、やられた。めっちゃピンチだよ。ちょっと影オロチ、影オロチ耐えてくれ。岩だって。で、なれんだ。よし、オーケー。岩どこにあるんだ。これはどれだろう、コマさんかな。オッケー、引きこもりか。まあでもようやく半分は削ったからね。いやちょっと引きこもり弱いな、随分。レベル上げてこなかったんだけど。うわ、くそー、邪魔すんなって。よし、復活。オーケー。あっ、くそー、まさかの食らってしまった。助けて、助けて。うわ、よし、復活。うわ、やばい、影オロチがめっちゃ強え。よし、くら、入れ。オッケー。チャンスをものにしろ。よし、今だ。下手ってる、下手ってる、めっちゃ下手ってるぞ。あっ、避ける。いやー、食らっちまった、食らっちゃった。おっと、これ避けよう。
なんかあの岩が使えるかもしれないっていうねことを言ってたけど、ちょっと使い方がよくわからん。ああ、なるほど、岩にぶつかるとへたれ込むんだ、そういうことか。やっと意味がわかった。あいつが丸まってる時に岩に当たるように誘導してあげると、こいつがへたれ、よし、ほら、避ける避ける、オッケー、チャンス、あともう少し、ちょっと痛い、よーし、いったー。いやー、赤鬼だけでよかったんじゃないかな。腹減った。いや、赤鬼倒すだけでも大変だと思っていたのに、まさか鬼食いが来ると思わなかった。やば、みんな喜んでるとこ悪いんだけど、大事な話があるからすぐ戻れって隊長が。わかったにゃん。お、じゃあ戻ろうか。さっきのあの猫ちゃんどうしたんだろう結局。まあでも鬼食い倒したから守ったのかな。うん、戻ってきた。ミッションクリア。お、赤鬼の角大当たりだって。なかなかゲットできないやつだね、きっと。大当たり、鬼食いオーラゲット。次に出動するミッションで鬼にダメージ 1.5 っていうか、鬼が出てこないかったら万の意味もないけど。最強クラスのビッグボスを倒すとビッグボスの力を宿すオーラをまとえる。なるほど、それが戦オーラだ。戦オーラをまとうと特定のボスに対してダメージがアップするようだ。戦オーラでダメージアップするボスは上画面で確認できるぞ。強敵に挑むときには戦オーラをまとうのも有効な手段になる、覚えておけよ。ただし戦オーラの効果が続くのは次のミッション1回きりだ。せっかく手に入れた戦オーラを無駄にするんじゃないぞ。セーブしよう。むむ、うん、バスターズにとって隊長の命令は絶対だ。マサニャだ。それを破ったということは覚悟はできているんだろうな。あー、そっか、そうだ、逃げろって言われたのに戦っちゃったんだ。で、お主たちに欠けているもの、それが何か分かったか。それはその、そうか、分からんかったか。では教会本部のトップとしてお主たちの処分を言い渡す。なんでこのマスターニャーだ、こういういやらしい言い方するんだろう。おお、合格じゃ。まあ、あのさっきの助けた猫がマスターニャーだで、まああれがね、助けるか助けないで、助けたら試験合格で、助けなかったら不合格っていうことだったんだろうね、きっと。おいおい、なんだそのポカンとした顔は。せっかくバースターズ解散の話がなしになったっていうのに。自分たちに欠けているものも結局分からずじまいだったのに。うん、それならお主たちはもうすでに持っとる。お肉に立ち向かった時キラリと光っとって。おっだぞ、弱き者を守るために見せた勇気と優しさが。あ、それが足らなかったっていうことか。もしあのまま逃げておれば解散させるつもりじゃったが、お前らは逃げずに戦い、見事マスターの期待に応えた。よくやったぞ、ビクトリアン。ブリー隊長。よくやったといえば、マスターの演技も最高でしたね。ブリーよ、お主もなかなか迫真の演技だったぞ。じゃあ、鬼食いも演技だったのかな。え、演技、どういうことで、ウィス？物分かり悪いな、ウィスパー。うん。種明かし。実はお前らが赤鬼を倒して、それから起こったことは、すべてマスターと俺たちが仕組んだドッキリだったんだ。なに？じゃあ、あの二個は？あれはわし、変化の術を使ったんじゃ。
あーなんかこんなに見た目が若い感じにできるんだね。それじゃあお肉芋にゃん、あいつはわしの弟子じゃ。なかなかの名演技だったの。そうか、お肉芋のパワーはあんなもんじゃないんだ。はあ、バスターズが生き残ってにゃんかほっとしたけど、マスターニャだ、恐ろしい方でういっす。あ、オッケー。まあでも念願の赤鬼。次回の妖怪ウォッチバスターズは、青い海、白い砂浜、港町渚に遠征だにゃん。ふぶきちゃんの水着姿もあるかもにゃん。ふふふ、そりゃ楽しみでウィスね。嘘にゃん。うわ、ウィスパーキモ。第7話、ババーンと渚のバカンス、お楽しみに。やべえ、第7話、すげえ楽しみなんだけど、ババアが出るということで。はい、ということで今回ね、ここでおしまいにしたいなと思います。